皆さんこんにちは。今日はまた、天気がいいんで急遽会話コースに来ました。横手山。今日のお友達はじゃじゃーん、じゃじゃーん、わかるかな、後藤のりさです。皆さんこんにちは。スキーナウに出ていた後藤のりささんなんですが、スキーナウっていうとほら伊藤秀と我慢に持っていかれて、そうですね、結構地味な感じだったからね。はい、おとなしくしてました。さあどう、今ももうずっとレッスンの活動して、そうですね、ね、会話スクールに、はい、おられますけども、はい、どうですか。そうですね、今年ちょっと暖冬で暖かくてですね、横手山は非常に頑張ってスキー行きつけていただいているので、そんな中でもゲレンデコンディション非常にいいと思います。まあ、そこを使わせていただいて滑ってます。まあ、やっぱりこの硬さが、はい、伊藤秀人我慢にスキーナを持ってくれた原因じゃない。すいません。相変わらず、まあ、スキーの方は、はい、キレキレ。もうレースはやめたよね。あ、レースやってないです、うん、はい、だいぶやいくつまでやった、いくつまでやったんですかね、50近くまで国体は出てましたね。おお、すごいね。はい、今はレーシングのコーチと。そうですね、会話スキースクールの方ではレーシングのこと、うん、あとまあ自分でやってる G ファクトリーの方もボールも、うん、やってますけど、うん、まあ、技術戦の方に出る選手なんかのアドバイス、まあ、レースもしてます。まあそんな、まあ、レーサーから幅広くやってるけど、はいはい、なんだろう、レッスンとか皆さんにこうスキーアドバイスしていくとき何一番大切にしてますか。私はやっぱり、スキーやっぱ道具を使うスポーツなので、その道具の性能やっぱ引き出せるように、あ、まあ、そういったところでやっぱり重心の位置を、まあ、安定させてっていうところが大事かなと思って、そんなところを、これはもうレーシングの方も基礎の方も多分共通したところだと思うので、そこを、まあ、まず第一にやってます。硬いね。じゃあちょっとその後藤さんの滑りを見ていきましょう。よろしくお願いします。エッチングするとき、はい、なんかこう自分で気をつけてるときってあるの？自分はもともと競技やってるときから、うん、すごくその切れないというか足場を作りにくいのが嫌なので、うん、チューンアップもフラットにしてるんですよね。マジ？はい、今も今も今もよくそんなんで滑れる。技術戦の時も嘘。はい、なので絶対的にかかとになりすぎるとトップのかかりが悪くなっちゃう感じがあるので、まあ多分自分は他の人より前寄りにいると思うんですよね。そのチューンアップの多分こともあって前寄りじゃないと多分操作できないのかなっていうふうには思うんですけど、そういった意味でニュートラル作ってからやっぱり足裏、まあ、つま先かかとを感じながら少し前寄りにターンの入っていくときはしていくっていう感じですね。フラット、フラット、マジ。よくそんなんで滑れるじゃん。でかずっとそれでしてるから自分のポジションとかするのバロメーターになるんですよね。いいとこじゃないとスキーずらせないし、まあ切るのは簡単なんですけど、ずらせるポジションにいるとやっぱり自分の中で、あ、ここがいいポジションだなっていうところを自分で分かるためにフラットにしてるんですよ。だってシーズン中ヨマセじゃない？はい、ヨマセちょっと南向いてるから、はい、
雪湿ってくるじゃん。いやでも全然大丈夫です。あの新潟の方のもっと湿ってるとこ行くとちょっと辛い時ありますけど、でもそれも一番回しやすいとか操作しやすい、まあずらせるところがいいところなんだなと思って、自分のそのいいポジションをキープするためにフラットをあえてしてるって感じですね。信じらんねえ。俺はね結構あビーベル多いから。そうですよね。和樹さんもともとこう一緒に、ね、ビーベル多くないとさ、コブとか、はい、ちょっと低速で滑るときとか、まあ、スピード出していくときは、まあ、そんななくてもいいんだけど、はい、特に小回り系の板は結構ビーベル多いけどね、うん、はい、もうフラットなんか無理、絶対滑れない。あの怪我して靭帯を切ったときだけあの2こすりぐらいしてもらったことあります。でもちょっと治ってきたらエッジのかかり悪くてまた寂しそうにフラットにしてって戻してもらったんです。マジ、はい、ちょっと後で履いてみようかな。本当かい、はい、普通フラットじゃ無理だよ、ね、無理だよ、無理だよ。好き嫌いになるよ、まあ、フラットする、うん、代表もだと俺の好きはダメっていう。疲れるっていう。マジか、前売りなんだ。だからやっぱりそこを動かせるところだとちょっと、ま、多分他の人に前寄りだと思う。じゃあテール出てかね。いや別にそこ の, あの自分の中でこう探すんですよ、動かせるところ。そこから荷重だったりエッジによって歩いたり。いや今時フラットで滑ってる人いないよ。そんなレーサーじゃないんだからさ、氷の上滑るんじゃないんだから。出ました。ゴーヤン、ずっと常にドフラットなんです。俺滑れない。そうですよね。絶対滑れない。